はい、こんにちは。今日はね、9月22日です。なんかね、レンジ戦略を取ったその刹那、下の方に抜けていくんじゃないかなという動きが見えましたので、今日はそのことをお話ししていきますね。それでは画面を切り替えていきましょう。これがデイリーなんですけども、レンジを引いたんですよね。この辺に、まあザクッといきますよ。こういう風に引いたんですけども、いや実はね、ちょっとこれ飛び出してきてるんじゃないかなってところがあるんですよ。正確には4時間1時間で見ていくんですけども、場合によってはね、レンジの幅を元通りにこのぐらいに拡充して見ていってもいいかなと思うんですよ。それを今日はしっかりと考えていこうと思います。時間今ね、0時45分なんで、9月22日といっても、あとね、やっぱこう5、6時間は様子を見ることができますんで、1時間足にしてみてね、ロウソク足5、6本追加された時にどういう動きになってるかってことを考えていこうと思います。ただ、収束したはずの移動平均線は下の方に広がってきてますから、これを見るとね、やっぱり下落の方に向かうんじゃないかなと。109円、108円方面に行くんじゃないかなって気もしますね。今週中に108円状態になるかもしれませんね。今はそういう思いがかなり強いです。まあ全体的に見ても、ここを頂点にして、下の方にね、流れていく形になってもおかしくないですからね。ね、上下上下と言ってるわけですよね、こうやってね。で、ここら辺まで下がることも見えてってますから。で、4時間の方ですね。4時間。はい。1個目のこちらのゾーンはもうとっくに割り込んでですね。ここですらもう、下回っていって、ほら、ここもね、もう割りそうでしょ。で、高値は切り下がる一方でございます。安値高値ね。セルの方かなぁ。で、1時間を見てまとめていきます。だからこう、ドーンと上がった分だけ下がるよってことを話して、通常よくあるレンジだったら、これが上がってね、で、N を書くなりなんなりして、またここまで戻るっていうのを何回か繰り返してから、ブレイクを警戒するっていう流れになりますけども、今回は早速ですね、もう、ブレイクするようなしないような感じですよね。今ね、ちょうど、その、ギリギリの瀬戸際のところなんですよ。私はこれね、下に抜けるんじゃないかなと思いますよね、早めに。移動平均線の勢いも、一旦クッとね、上について、これなんですよ。この小さな山を作った時って下に大きく N を書いて抜けることが多いんですよね。108円の時代が来るかもしれません。ということで、今週はレンジが早速破れて、下落の方向に向かいそうだなってとこですよね。今、いろんな金融商品が値を下げてますけども、FX のドル円に関しましては、今ね、チャート上ドル円の図は下がってますけども、別にこれ円ドルから見たら上がりになりますからね。だからその辺はちょっと状況が違うところかなっていうところです。まあだから、ドルが、なんていうのかな、買い戻されるのか、円が買い戻されるのかっていう、その圧力の差はね、他の金融商品と連動するところがあると思いますけども、これ考えたらキリがないんでね、あくまでテクニカルだけで見ていきましょう。ファンダメンタルとか他の金融商品の様子は、やっぱ私たちの場合はね、もう諦めて、余裕あるんですけども、そこまでやっていったらとてもじゃないけども、時間に合わないんでね。完全に FX のドル円のチャート上の値動き、フォーメーション、こういったものでテクニカルを作っていきましょう。そこはもうね、いつもそうやっていきましょう。他の要因とかファンダメンタルとか入れ始めたらテクニカルの勉強がやっぱり途中で壊れちゃいますんでね。ご用心でございます。それじゃあ。